ジョブロック、お前なんで一本やラジオ分からへんやろ。いやほんまここが見えないわそんなこと言うなって全部イエスもっと頑張ったよ、ありがとう。よし、今日はちょっと宮城の人にパワーもらったから朝までに絶対青森着くぞ。青森着いたらもうそのままフェリーがあるはずや。日本一周の時にそれ乗って北海道に渡ったからもうそのまま明日には俺北海道入っちゃおうという作戦。一ノ関方面行ったらインターチェンジがあるみたいやからそっからもう高速入っちゃおうっていう作戦やな。雪降ってきました。めっちゃ降ってる。めっちゃ降ってきた。雪にも負けんだよ。どん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 末端の感覚がなくなっていってるな。お願いします。一ノ関方面に来たんですよ。これは一ノ関に帰るけど高速のインターチェンジあるんですよ。もうちょっと手前なんだけど。あ、大丈夫です。全然行ったらいい。あ、ありがとうございます。おっしゃ来た。邪魔します。ありがとうございます。ご親切にほんま、ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。めちゃめちゃいい人やん。何にも言わずにしれっと家通り越して30分走ってくれて、ありがとうございました。投資したらやばいからって満喫の季節な。ここな、こうやって揃ったスポットでも雪もめちゃめちゃ降ってるわ。でさっきちょっと気温計みたいな見たらマイナス3度ってなってたから、久々に過酷な夜になりそうやな。よっしゃ頑張ろう。書いてちょっと経った瞬間に多分リスナーさんに声かける。あ、こんにちは。こんにちは。え、なんか今帰ろうかなと思ってたっけ。はいはい。え、なんか頑張ってください。はい、はい。よし頑張りますか。頑張りましょう。なあ、なんか嬉しいな。まあ雪降ってるな。すごい。長期戦はほんまにきついで。きついで。やべえぞ。ちょっと車減ってきたな。アメリカ横断やんこれ。なんか寒いとこ選ぶねん。お前が東日本縦断する言うたんやと。西日本でよかったんちゃうか。俺はそう思てるで今。それはまだ言わないよ。まだまだこっからや。まあまだ冗談言える元気あるから大丈夫やろ。粉雪ね心の話が飛べられたから。盛岡方面まで行こうってひっちゃくしてるんですけど、いいですか。うわ、ありがとうございます。ありがとうございます。おっしゃ来た来た来た。結構早かったぞ。20分ぐらい。すいません、ありがとうございます。僕は大阪から来ました。盛岡のちょうど花巻が真ん中なのかな。はいはいはい。ちょっと手前ぐらい。はい。何分ぐらい経ってた。まだでも20分か30分ぐらいですかね。最終的にどこに出る。北海道の一番上の宗谷岬まで。でもあれだね、2人だからいいね。1人だと寂しいけど。そうですね。1人だったらなんで乗してくれたんですか。気になった。この寒いのに大変やなと思ってさ。ありがとうございます。最近僕ら乗してくれたところが住んでるところですね。そうそうそう。時間あるからって言って優しすぎる。俺もね、バイク好きなんですよ。仕事10日ぐらい空いてからね、遠く一周バイクでね。ああ、そうなんですか。したりして、ふわっ、なんかご飯ごちそうしてくれるっつってこの時間やな。ジョーがピザ切ってるよ。こういうのめっちゃ苦手やわ。口に入ればいいから。遠く離れた土地にいるってことを忘れるぐらい暖かい。暖かいね。家の居間でサザエさん見てるような気分。いただきます。あ、一応ね、そうしてもらって食べるご飯違うな。ジーンとくる。めっちゃ美味しい。これありがとうございます。頑張ってね。ありがとうございます。お世話になりました。本当に見ないで。マジか、やばいな、ほんまに。ジーンときたわ。涙出そうだったわ。娘さんを大事にされてる話とか、なんかすごくやっぱなんかこう旅中って時にやっぱすげえ尊敬するな、この人っていう人
に出会ったりとかするんだよ。あ、こんな人みたいになりたいなっていう人とか、そういう人ってやっぱなんかすごい屈託のない優しさを持った人やなっていつも感じねえな。あー、なんかよかった、これか旅は。トラックしか多分おれへんな。直接話していくしかないな。よし、頑張ろう。ここ全滅やん。1台だけもうすぐ出発するトラックあったから、どこまで行くんすかって言ったら青森って言ったから来たと思ったけど、2人乗れないって。もう声かける車か1台もありません。これやばいぞ。あっちに新しいトラック来て、運転手さん降りてきて、中入ろうとしてたから、話しかけて、ご飯食べるから、ちょっと待っててみたいな、これ、もしかしたらいけるかもしれない。いけるかもしれない。これ、ずっと動きのない街やから、寒さだけで体力がだんだん奪われていくから。ありがとうございます。しっかりと、これで青森決定。よっしゃ。頑張ってね。ありがとうございます。気をつけてね。はい。はい、青森着いた。着いた。バリスムーズやん。うわー、なんか七頑張ってよかったな。祝福されてる気分やん。しかも、この時間やったら貸し切りやん。このまま、どういうことですか。おめでとうございます。達成感やばっ。いや、ほんまにあの12時、いや1時はどうなることかと思ったよな。いや、しょうがないよ。これで4時間がっつり寝て起きたら北海道や。おはよう。おはようございます。なあ、本当にどうかな。ちょっと休憩スペースみたいなのあるやん。まあ、何これ。豪雪3時間ぐらいしか寝てないんですよ今から。んじゃあ、はい、外出て函館の町行こうか。これ行けるわけないやん。おやすみなさい。何時今。今1時過ぎてますよ。1時過ぎてます。とりあえずでもトランプはしないといけないでしょ。ルールは簡単や。旅に同行しているマネージャーと878リツイート。ちょっと少なめですね。やっぱかでいい。最初ルール中継。じゃあ買ったんでどうぞ。何その無表情。別に。うん。あなた普通やってる時。あなた中の上。あ、で一緒よ。この旅で全然嘘ついたことない。帰ってこい。帰ってこい。うん、嘘ついたことないやな。帰ってこいじゃん。ほら。おお。じゃあ行くで。もう行くで。いいの？何これ。ジョーカー。あ、ジョーカーなんて。罰ゲーム。罰ゲームどんなん。ああ、これいいですね。いいですね。これね。こんなんとかね。こんなんとかね。怖っ。じゃあこれどっちかにしていいですか。二つ引いてってこと。めっちゃ怖い。もう早めに行こう。ダッシュ。はい。カモン。じゃあ、行きます。今回の罰ゲームは、1時間靴没収。見て。めっちゃ。まあ、見越したやろこれ。見越してないよ。見るやろこれ。うん。足なくなるて。次のチェックポイント。うん。ワカサギ釣り。うん。をどこかで。自分で調べて行ったらいいってことか。そうそうそう。とりあえず今から靴下で。あ、これ。出てこ。あ、これはもう。うわっ、冷たっ。あー、もう靴下濡れた。はい、これもう。いや、それは濡れるやろ。ごまんごまん、やばい。ちょっと待ってよ、一回戻ろう。一旦な。どうしたんやねん、これ。世の中に不可能っていうものがあんねんな。あ、冷たい。助けてください。早く行こうか。いいこれ。あれに飛び込んで、うん、終了ということで。え、どういうこと。中手に何決めるの。あれ飛び込んで、うん、うわぁ、待ってくれ。無理や。コロコロがお前、行かれるで、ほんまに。
いけないじゃない。いける。二宮金次郎みたいな。これ函館まで行けますか。函館行けます。メチ君行こう。ラッキーベール行こう。どこや。うん。じゃあ行くで。必殺ライト使うで。あ、トウ間違えた、間違えた、もう一回、もう一回、はぁ、あ、これやっぱ楽やな。これ多用しすぎたら旅終わんねん。これでかいです、結構いいな、これ。いただきます。はい、あ、よく色々調べてみて、ラキピエロで落ち着きながら。ネットカフェが函館駅周辺にはありません。ゴリオ角にあると思う。ゴリオ角、ワカサギ釣りもチェックポイントでは調べてんけど、函館らへんにワカサギ釣りがあってん。でも今日は受付が終わってると。だからもう今日はとりあえずだからゴリオ角の満喫に行きましょう。おやすみなさい、しましょう。よし、よろしいとで。なんでやねん。ワカサギ取ったな。え、すげー。世界はゆっくり動いておる。腹立つな、お前。ナイキをもうほとんど使って行けるところまで行こう。今日も見てくれてありがとうな。動画がええなって思ってくれたらチャンネル登録ほんまよろしくな。俺にやってほしい企画があったらどしどしコメント欄で言ってほしい。みんな人生楽しもうぜ。